小月町は宮城県北東部に存在した太平洋に面した町である。2005年4月1日、合併により新生石巻市の一部となった小月つすずりの産地として有名である。宮城県北東部押シ郡東端に位置し、東部は太平洋に面し、北にナブリ湾、南に小月湾を要する町である。町の面積の80%以上を山林が占める ため、新田開発はほとんど行われず、集落は半島部沿岸の比較的平地の多いところに散在する。オシカ半島は南三陸近火山国定公園に指定されている。気候は海洋性気候で、平均気温は約摂氏13度である。また、バイオームは冷温帯で火力樹が生い茂っている。近星はモノウ郡南方大館入りの支配下に置かれ、 近隣地域と総称して十五浜と呼んでいた。小勝の地名は一説によると、アイヌ語で、おかしないもしくは、おかしペツというとなり、川尻に、狩小屋がある、川という意味である。ここでいう川は、大原川と推測され、古くは、大原川を登る魚を捕獲するために狩小屋が築かれたと思われる。カツオマグロ漁業の基地である、小勝漁港を中心に、 カツオの一本釣りや沿岸漁業が行われ、そのイワシ漁は有名である。また、そのカツオイワシなどの加工場も多くカツオ節や、鉛節、煮干し、肥料などを生産している。各湾内では、ワカメや、ホタテ貝、海苔、牡蠣などの養殖が盛んである。域内の港町内の漁港は、以下の通りである。すべてお月町立、合併直前の2005年3月31日。 現在のもの。合併後の2013年、船越小学校が小月小学校に統合。2017年、小月小学校、大須小学校、小月中学校、大須中学校の4校が統合し、小月小学校と小月中学校が小中併設校として大須小学校の位置に開校した。町内を鉄道路線は通っていない。 鉄道を利用する場合の最寄り駅は、JR 石巻線小長和駅。ABCD、日本歴史七名体系第四巻宮城県の地理、平凡社1987年7月10日、発行629ページ、綾野商用樹林。林野町九州森林管理局。2021年3月15日閲覧。石巻地域合併協議会観光の取扱いに、 ついて漁港一覧、水産庁宮城県ホームページ2020年12月13日、5月区統合小中学校の設置及び、綿野波中学校の移転について、石巻市教育委員会教育総務課、2021年3月29日閲覧、ありがとうございます。